様、いつも楽しすぎる YouTube の配信を本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回は、はい、旗氏に関する質問なんですが、ちょっと得意かも。そもそも旗氏は、京の都、平安京を作り上げた、はい、押しも押されぬ都市づくりのプロ中のプロとの一族とのことです。はい。大工さんだからね。時は江戸時代の初め、徳川家康の晩年、場所はアメリカのニューヨーク。おぉ。マンハッタン島を先住民から譲り受け所有したオランダ。はい。はい、そこを、人々が住みやすい金星の取れた都市計画を立てようとしていた時のこと。うんうん、オランダ領事だったウィリアム・アダムス、過去三浦安仁が、その都市計画の悩みを徳川家康に話したところ、大阪出身の畑隆直という人物を紹介してくださり、家康の命を受けてニューヨークまで派遣して畑隆直が作ったのがニューヨークマンハッタンだとの噂は本当なのでしょうか。あ、本当でしょうか。ごめんなさい。何でも大阪に真似て計画し作ったらしいですね。調べてみましょう。本当だとしたら畑氏ってすごすぎです、うん、このすごすぎる畑氏の噂ですが、お分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いします。実は、ウィリアム・アダムスっていう人が実はこういう名前だったってことも知りませんし、ニューヨークを作るときにいわゆる、まあ、三浦さんっていう人が実は外国の名前はついてるけど、都市計画をなされたってことも実は知らなかったですね。そしてまた都市計画をし始めたのが、家康さんの時の後半、まあ、亡くなる頃ってことでしょうね。江戸時代の後半ではなく、江戸時代が始まってすぐの第一代目の家康さんの後半ってことなんでしょうね。相当古いですよね。うん。戦国時代が終わって、安土桃山時代が終わって、家康になっての頃のお話なんでしょうね。うん。それちょっと、それもちょっとわかりなかったですね。でも、旗氏に関してはね、ちょっと僕なりの視点がありまして、これはちょっと発表してみましょう。短く。2017年多いね。アミシャブっていう団体、それは、イスラエルの12使徒が、世界に離散したっていう、これを親子で40年ぐらい調べているアミシャブって団体のレビ族の人です。この人が、まだ残ってると思うけど、実はそれは全部解明したよっていう発表を実は東京でします。なんで東京なんだろう。で、それ2017年、実はアミシャブはもうその12人を追わないっていう結論を実はします。日本で。で、レビ族は実は日本の天皇の中にいたっていうことを公言します。どっちが先だったかは別ね。同じだったってことを公言します。これも公言ですね。実は、こっちに来る間にあっという間に来たわけじゃないから、そこでは文明とか、まあ一つの恋愛が終わったり生き死にを繰り返しながらずっと来ると。そして僕は幻だと思っていたただの考察だったのに、その人たちが真の始皇帝は我々の一族だってはっきり言っちゃったんですよ。40年も調べてるんですよ、それだけを。で、まあ公言なされたわけです。徐福のことは言われなかったけど、向こうからやっぱり来たんだということを言われていました。そしてまあユダヤ人だと、それはいろんな人たちと交配をしながら来るので、まあイスラエルも実は男系ですからね、みんな知らないですけど、聖書によると女系みたいな、聖書じゃないか、言い伝えではイスラエルはイスラエル人のレビ族のお母さんと結婚したものがって書いてありますけど、言ったりしますけど、それおそらく違うと思います。男系がいなくなったのでそうしかできなかったんでしょう。おそらくね。イスラエルもエジプトもメソポタミアも他の世界にある遺跡と言われる昔大きな国があったんだなっていうところは、ほぼ全部男系です。はい。そして、こっちに来て、まあ、京都を作った、渦政ですよね。京都を作ったって有名ですけど、その一族は日本に脈々といます。ずっと。もちろんその一族は日本だけにいるわけではないので、ヨーロッパにもいます。はい。旗と言わないだけです。アメリカにいます。もう全部にいます。そしてその旗一族は、
僕の知ってる中で間違いなく旗だなと思うのは、間違いなくと言っていいかな、うん、聖徳太子、間違いなく僕は旗だと思っています。僕の研究から、応神天皇、おそらくここは旗氏です。イスラエル人と取らないでください。シュメールから1万年ぐらいかけて戻ってきた人たちだと僕は思っています。それが日本では実は伏見と言います。伏見の宮はユダヤ人ですかって聞かれたら僕はこう答えます。シュメラーです。シュメラーって何ですか。ユダヤ人の先祖、先祖ですっていうふうに答えますかね。はい。なので、旗氏って、相当前からこっちにいるということと、それとここに残っていた物のべ、インベとかも言ってるんですけど、インベと物のべと、インベ氏と物のべ氏は多分おそらくまあ近い。この出雲族っていうかインベ氏と人たちは実は向こうから来た人、それは、イスラエルが離散してこっちに来る前に来てないのかって何回も来ていますので、そういう人たちとここにそのまんま残っていた、ずっと表に出ていかなかった人たちの融合っていうか国譲りって言うんですけど、そこの国譲りが神話としてすごい昔に言われてますけど、実は、インベ、モノノベが向こうから来た時、ここにいた人たちが、あ、同じ風習じゃんって言って、まあ戦争をせずに一つになっていったんだろうというふうに考察します。はい。ここに関してはですね、京都の町を作ったのは事実なんですけど、じゃあ京都の前は入ってきてないかというと、入ってきております。はい。旗氏。秦の始皇帝って旗って書きますよね。だからここはもう日本人としてこう思ったらどうでしょう。中国から全部来たんだよって言われたら、あの時はお世話になりましたね、ありがとうございました。徐福が来たんだよ、白山島の方から、ありがとうございましたその時はね、言っていいんじゃないでしょうか。なぜかというと、もうこの後に及んでどっちが先だったか、どっちが後だったかとかいう、そんな時間軸では全くないので、まだ白黒黄色がない頃の時間軸からものを言っているので、旗氏はユダヤではないかなと思っています。じゃあ最後に伏見宮を探していたわけです。10年間ユダヤです。はい、どうぞ。